声聞こえてる？あ、聞こえてる。あ、よかった。え、何？どれぐらい時差あんのかな？今回。ありがとう。今日は久しぶりに T シャツを着てました。初めて見る方もいるかもしれないね。最近本当にごめん、今までね。ねえ、Twitter 見たよ。バンドカード入金して買う気満々だったよ。ちょっとパルタ待ってて、今日 T シャツでね。しかも今日のね、写真めちゃくちゃ漏れてたからね、ゲットしてほしかった。ぴゃー、あ、これありがとう。皆さん、こんにちは、朝日奈咲です。TA 女子の朝日奈咲です。さきさん、配信ってさ、久しぶりにさ、昔の自己紹介やってた。やってあげる。行くよ。棒が一本、棒が一本、棒が一本、トントントン。上を向いて、下を向いて、朝日奈咲はどこだ？ここだー！はい、TA 女子のイメージから決め取り、朝日奈咲です。ってやってたの。めっちゃ尺長くない？こんばんは。え、じゅん、初見ですじゃないでしょ。しゅん、ありがとう。ね、じゅん、もうすぐでワンマンだよ。ワンマンだよ。ワンマンだよ。ってことで、罪が重く感じたので、ラジオの投稿してきました。え、なんてやったの？あ、言っちゃダメか。まだ言っちゃダメだよ。まだ。まだ静かにしていてください。読むときに分かるでしょ。あ、これパルタだって。あ、もしかしたらあれ、レニーに忘れてきちゃったかもしれない。そう、じゅん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 に会いたいな。ジュンに会いたいな。ねえ、あれは仕事厳しい、忙しくてね。ねえ、あ、そうだ、そういえばあれだよ、17日と18日ライブはしごあるんですけれど、その日今の衣装ラストだから、ぜひ会いに来てほしいんですけれど、合計4現場ある。今日は買いたかったのに。あ、残念、本当に残念。また来年とか再来年かな、 T シャツ姿ゲットできんの。あ、しゃきりたい。あ、待って、ミッチーくん久しぶりに来てくれてありがとう。ありがとう。いきなり嬉しいこと言ってんだよ。あ、にやにやにや何、いきなり嬉しいこと言ってんだよって。あ、思ってる。マジで会いたいなって。釣り師になったんか、思ってる、毎日思ってることを今口に出してみた。さっきの、うん、せーの、写メ、どうした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 。さっきに言った、あー、聞いた、昨日言ってた、おとといかな、言ってた。今日もライブお疲れ様。あ、こちらこそお疲れ様。久しぶりだった。え、嬉しいよ、久しぶりに。ピースピースピース。あ、国民社名ありがとう。あせひなの先輩感、すんごく可愛かった。え、嬉しい、ありがとう。可愛かった？嬉しいわ、可愛いって言ってくれて。ありがとう、パルちゃんも可愛いよ。あ、そういえば、ちょっと明日、美容院行ってくるので髪の毛が変わります。明日髪の毛変わるから、今日でこの色が最後かも。っていうか顔小さくなったな、髪型のメイクのせいか。本当に？え、顔小さくなった、嬉しい、ダイエットの成果かな、嬉しい。 T シャツいいの？そうだよ、みっちくん見に来てほしかった。
ラジオ東京、ああ、シャーキーの、大阪遠征の社名はなんで書かないの？どういうこと？いや、俺の顔見たことないか分かんないでしょ。分かんない。かわいい、ありがとう。ありがとう。かわいいな。シュッとして見える。そうかも。でもさ、この髪型もね、すんごい、キュッキュッキュッって上に上がるから、シュッと見えるのかな。シャキさ、シャキ、苦手な飲み物ある？苦手な飲み物ないかも。飲み物って苦手とかあんの？あ、炭酸とか全然苦手じゃないな。エモエモのエモライブありがとうございました。こっちこそありがとうございましたって読んじゃった。お疲れ様でした。ありがとうね、来てくれて。お仕事中抜け、こっちでお仕事してくれてありがとう。大人っぽくなったのかな。あ、それあるかも。この短時間でなのやつな。あー、なるほどね。あ、オッケーオッケーオッケー、楽しみにしてる。は、はい。あ、デリオじゃん。こんばんは、ありがとう、聞くて。デリオ久しぶりじゃん。久しぶりでもないけど、配信来てくれた。シャキ、さっきパンパンでも可愛くない。いやいや、パンパンは可愛くない、さすがに。これだよ、パンパン。パンパンはさすがに可愛くないよ。それは持ってる。それは持ってる。あ、早くみんなに会いたい。いつなのか書かなきゃ。炭酸一気飲みしたあとの目覚ましボイス頼んでいい？それは調子乗ってるわ。いいよいいよ、炭酸買ってくれたらいいよ。炭酸あんま買わないからね、汗。ん、年に1回ぐらい買う。あ、りゅうこんばんは、ありがとう、聞けて。そういや、そんなことないぞ。いや、そんなことないぞ。レニーで初めて会った時可愛かったし。あー、確かにパンパンしてた。それパンパンしてたかも。でもそれそれね、いや、パンパンしてたな。てか T シャツの時期はめちゃくちゃパンパンしてた。暑いな。それな、会いたい、本当に。そう、でもみちえくんもなかなかね、会いたいよ。いいんかい。買ってもどうやって届けるん。確かに、早く会いに来て、はい、早く会いに来て、届けに来て。シャメ見て、入院頑張る。頑張ろう頑張ろう、癒しを与える。シャメ見て、入院頑張って。コーヒー買うイメージだな。あ、本当に大人の女性って感じだね。腹筋割れ、いや、あ、あのね、ちょっと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 ずつ出てきた、見えてきた、見えてきたよ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 、見て。あ、みちくん次は 17？ とりあえず 17？ お、17のね、17ね、2現場あるよ。2現場とも、みちくん会えるん？会える？え、すごくない？下にさ、白いのを引いただけで一気に顔が明るくなった。17日ね、ジルコ東京さん12時20分からのレニーさんで、まだ時間わからない。そう、レニ多分レニ、あー、なるほどね。あ、そうなんだ、なるほどね。
阪の日に出たって言ったっけ、え、言ってない、え、ど、配信を見るためにやったん。やば、早く会いに来いよ、早くマンボウ、それな、ある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 、ライブの時は必ずあるから。あ、岡田こんばんは。ねえ岡田、もうすぐで今の衣装終わっちゃうよ、ピエン、会いたいわ会いたいわ、ダメ、あ、すずちゃん、すずちゃんとか言った、おすずー、電波ちゃんありがとう、こちらこそありがとう、漏れてたべ、漏れてべ、漏れてたべ、漏れてたべ、ありがとう、ありがとう、会うときに楽しみ、あ、楽しみにしてて、新衣装になってるね、レニー、あ、再入できればワンチャンジルコ、マジか、みちえくん、マジ、レニー出てきたっけ、帰るかな、タイミング、帰るよ、大丈夫、自分信じよう、ジルコ東京、え、あのね、 TA ね、ジルコ初じゃないんだよ、ね、朝比奈一回ジルコで、ジルコでライブがあって、でジルコ行ったつもりが秋葉のコズミックラブ行ってたっていう伝説の箱ですね。そうだから早く戻ってジルコで TA 女子の出番を湧いてた、ファンの方と一緒に。待って、チケット買ったからワンマンでね、ワンマン、ワンマンね、マジマジワンマン、ワンマン、嬉しい、新ショーだよ、楽しみにしてる、え、おかずやばいじゃん、やだやだやって、もやさくて、あー、なるほどね、ありがとう、めちゃんこ漏れて可愛かったからニヤで、あ、やば、あ、もうたくさんニヤニヤしてください、シャキの、シャキの誕生日は覚えやすいんだよな、11月17だっけ、ちげえよ、11月9日だわ、大丈夫かパルタちげえわ、レニーも再入できなかった、まだレニーのチケット悩んで買ってないよ、え、ちょっと買っちゃおう、買っちゃおう、レニー、TA 女子予約あれだよ、メンバーランダム的券だから、ランダム的券なんだけど、こうメンバーの的をこうっていう、誰に当たるか分かんない伝説のあの予約特典ですね。でもあれなの、フィンチュー君、ジルコ、ジルコ、ジルコ行ってから一緒にレニー行くじゃダメなの、あ、もしかして、もしかしてなんかレニーなんか最初に見たい方がいるとか、しかもこのね今の衣装が17、18で見れる機会がもうないので、ぜひゲットしてくれ、山さんの誕生日いつですか、え、わかんない、ちょっと待って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 、お兄さん、7月、え、わかんない、27とかかな、サバちゃん、サバ最高でした、あ、嬉しい、え、めっちゃ緊張した、めっちゃ緊張した、嬉しい、ありがとう、最高だった、嬉しい、リョウジって褒め上手だよね、ランダムチェキ面白い、そう、ランダムチェキだから、ミッチーくんにもやってほしい、119、あ、そうだよ、目元くそ、シャメ、シャメ、チェキ、チェキのシャメ無料でください、調子乗んな俺、あ、なるほどね、そうなんだ、いやー来てほしいな、でもジルコにも、そんな伝説の箱のジルコにも来てほしい、お、
すごい焦ってたんだよ。なんかイヤホンないのか。そう。そう。で一応見てみたらあったのでお届けしました。ウバイツです。すいません、ありがとうございます。バイバーイ。まあ、それさっき俺が隠したんじゃないかみたいな疑って。あ、そうそう。前隠されたじゃないですか、イヤホン。ああ前 ね、 ね、うん。隠した。うん、そうだから。いや人のせいだよ。すいません、ね。本当にすいません。あ、イケメンだって。じゃあねー。わあ、それありがとう。あった。よかった。よかった。会いました。祝勝。祝勝タイム。確かに。ちゃんとウーバーなんやから金払い。それレベル。本当にそれレベル。お金払うレベルこれ。マジでよかった。よかった。あ、今年の11月9日は今のところ休み予定やじゃけ。絶対来て。龍絶対来て。もうめちゃくちゃ待ってる。めっちゃ待ってる。あ、ステッカー買ったよ、やった。あ、嬉しい、ありがとう。嬉しい。ガサガサ音してるから。いるかと思ったら何回何がなんだっけああそうあうんうんそうあのじゃんけんってさ仕組んでるの仕組んでないよそんなやめてよ仕組んでないよ朝日奈の T シャツと短パン姿見れましたお仕事頑張れあいいんじゃないいいんじゃないこれいいんじゃないそうゆきな優しいのそうよかったこの中にほらエアポッツよかった本当によかったあとね領収書が入ってる領収書チャージとかなが入ってる袋ですねはい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 よかったよかったよやっぱり朝日奈は生足よ本当に生足でもさ生足嬉しい生足でもそろそろさなんかタイツみたいなあんじゃんタイツ履いた方がいいんじゃないか説が浮上しているの最近あ欲しがってたもんあった見つけてよきねよかったもう本当にこれトイストーリーのあとトイストーリーのカバーにしたの携帯トイストーリーのウッディのカバーにしました昨日からめっちゃ早く見てほしいみんなに久しぶりにあの距離で見たけど綺麗になってるよえ本当によかった痩せてたそう前のさTA 女子のさ T シャツ着てる時はさ昔ぽっちゃりしてるじゃんまあ今もだけど綺麗になってました痩せてたあ今日ねちなみに今日 47.2 だったから明日には46行っててほしいなって気持ちですはいあつかって公式配信あるのあつかいやどうだろうあーどうだろうどうだっけどうなんだろう聞いてみる桃あたりがほっそりしている気がした。お、た、嬉しい。
でもふくらはぎがねどうしても痩せにくいんだよね、汗が。ボコってしてんの。もうバスケとかやりすぎた。あと水泳もやってたから肩幅広いんだよね。はい。あ、やばいねー。なんかさ、なんかぼーっとしてるとね、不意にね、あ、もう今の衣装17と18しか着れないんだって思う。で、20日から新衣装なんだみたいな気持ちがすごいある。おし、また教えて。そう、あるかないか、アセイナーのシャム買うかもしれない、買わないかもしれない。 OK。 あ、でも電波一はやるよ。電波一はやってる。ふくらはぎはしょうがない、それな。シャキ様、あ、間違えた。お疲れ様シャキくん。あ、お疲れ様月ちゃん、ありがとう来てくれて。今ね、いつ月ちゃんがシャメ買ってくれるのかワクワクしながら待ってる。特にコメすることないから。サギかわいいな。え、じゃあ、あの、コメすること作ってあげる。え、じゃあいつお仕事休みなんですか。コメ返せる、これでコメ返せるよ。そう、あと何色にしよう。明日髪染めっかんね。何色にしよう。あ、じゃあ帰んじゃん。電波ちゃんの知ってな。帰るじゃん、帰るじゃん。パルタ帰んじゃん。そう、出たよ、出そう。本当にねえ、教えてよ、ジュー。教えてよ。教えて、あと新曲聴きに来てよ。染めちゃうの？染めちゃうよ。染めちゃうよ。染めちゃうよ、染めちゃうよ。あ、ヤマさんとのコラボ忘れないでね。え、それは、だから、ヤマさん分も買っていただかないと、やっぱりそれはね。それはね、やっぱね、ヤマさん分も買っていただいて撮ってる方もいるので。そうよ。ちゃんと忘れないでね、それも。会いに行くときはひっそり行くとダメだよ。教えてよ、教えてよ、ジュン。ジュン、教えてよ。じゃあ4枚買えってことか。え、何？ 2 枚欲しいってこと？ 2 枚欲しいってこと？そしてひっそり帰る。あ、もう帰らない、帰っちゃダメ、帰っちゃダメだよ、帰っちゃダメ。いや、バレるよ、あれはバレる。だってもうバレたじゃん、セイナにもバレたじゃん、それは、それはバレたじゃん、バレちゃったじゃん。最近朝日奈触覚作ってるけど好きです。え、本当に涼子、え、触覚好き？触覚好きですか？大好きです。あ、こんばんは、だお疲れ様、お仕事。あれはマジ、あれは嬉しすぎた。いや、バレバレよあれ。もうねえ、もう忘れないから、ジュンのことなんて忘れられないから。嫌いではない。ツンデレだな。え、シャキ、あー、そう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 、そうだね、そうだよ、そうだよ。え、でもなんか本当にあのちょっぴりだったら、ちょっぴりな感じで映るんだったらいいよ。ちょっぴりだったら本当もうこんな感じ。朝日奈がこれぐらいで、エマさんこんなぐらいだったらいいよ。
やっぱりさきちゃんを見ると癒される。え、嬉しい。朝日奈もだよ、朝日奈もだよ、大好きだよ朝日奈。だから好きなのかもよ。それは調子乗ってないよ、事実事実それは事実。あ、今度黒メガネで行くわ。これで大丈夫、絶対大丈夫じゃないよ。ダメだダメだよ、ダメダメダメよ、ダメよ、ダメダメ。朝日奈 9.5 割山さん。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと。もう欲しい欲しいって感じ。もう映っちゃったみたいな感じだったら許される範囲かもね。いやー、 T シャツ最高やった。特に朝日奈なんて大泣きした。マジで勇気ありがとね。記憶なくしてるよ、聞きたそうだよ。でも嬉しかった。アセイナも嬉しかった。懐かしかったね。あとさ、ちょっとさ、言いたいことあったのに忘れてた。ちょっとなんかありがとうって言いたいことがあったの、アセイナ。あ、忘れた、本当に。あ、今度言う。嬉しい、キュン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 。そしてしれっと他のメンバーとチェキ取って、ちょっとちょっと、朝日奈も入れたらいいよ朝日奈も入れたらいい。え、なに、てか今気づいたわ、夢をつかめのつかめじゃないか、ギリギリ今見て思い出した。それはすまねえ。え、ここで言っちゃえば、いや、ここで言えない空気読め、漁師。空気を読んでくれ、漁師。そういうとこだぞ。でもなんか本当、だから漁師にも。ありがとう。記憶めちゃくちゃあるから、本当昔思い出してライブなんか中泣いてたかもしれない。くー。ねえ、本当に、いや、エモかった。いろいろあったね、いろいろあったね。もうこれからもよろしくね。本当にいろいろあったね。じゃあ今までにメンバーの名前知らんのよな。知ってこ知ってこ、これからも知ってこ。ここだけメールって購読したのってメンバーに通知行くタイプ。うん、通知行かない。TA は先に会いに行ってるから。え、嬉しい、またそのうち。え、もう17、18。あ、ガクじゃん。え、めちゃくちゃ久しぶりじゃね。ねえ、いつ会いに来んのめちゃくちゃ久しぶりじゃない、ガク。元気？こっちはライブ楽しみにしてたのに、勇気の介護するとは思わなかった、マジで。介護されてたんだ。ここだけメールの仕組みについて教えてください。どういうこと？ここだけメール、メールが届くの。メンバーが打ってる、メールが届く。ん？うん。届く、メールが届くよって。いろいろね、ほんと朝日奈から TA 始まってるわけで、とても感謝。いや朝日奈も感謝、マジで。なんかほんとにさ、ね、朝日奈から宇治江に行ってくれても感謝。マジでまだ TA に行ってくれてありがとうの感謝。よし、まだ始まった。シャメのメール版みたいな感じ。ああ、まあそう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 、そういう感じかな。シャメ、うんうん、一回やってみ一回やってみ、一回。だから仕事だから、ああ、ねえ、教えてよ。だけどやばい、 T シャツライブ見ると初心に戻れるよ。まだだから
たまにでいいのでやってくださいね。ね、また来年再来年ぐらいにやりますね。ああさっきさっきの生誕までには会いに行きます。え、会えんの？パルタに会えんの？パルタに会えんの？マジ？マジ？マジマジマジ？やばいじゃん。やばいじゃん。待って。デスノートに書かれると行かなきゃってなるじゃん。え、いいじゃん。行かなきゃってなればいいじゃん。そんな。え、言っちゃいなよ、順に。順、いつ休みなの？言っちゃいなよ。言っちゃって楽になっちゃいなよ。デスノートに書くから。いいじゃん、行かなきゃ。絶対行ける時なら。ね、ねえ、教えてよ！教えてよ、絶対行ける時。入っちゃいなよ。カツ丼食うか？カツ丼食うか？入っちゃいなよ。吐いて楽になっちゃいな。あえてもチェキ取るな、かなえ。調子乗るな、調子乗るなでもないけど、うん。調子乗るなでもないけど、あ、そうだね。え、なんで言えないの？カツ丼はシャキシャキと一緒なら食べる。あ、じゃあ一緒に食べよう。入っちゃいな、入っちゃいな。十、十七、あれだ、予約特典、メンバーランダムチェキ券だからね。18日は三井ホール、あの室町の方、室町の三井ホールさんで12時40分からあります。で18日ね、あの TA 女子の予約特典が全社名です。囲み社名、最後のね、最後の今の衣装の囲み社名だから。あ、みやび来た。18日は室町三井ホールさんで12時40分からライブあります。で TA 女子の役特典がもう今の衣装の最後の囲み写メです。もうね、最後だから今までありがとうっていう気持ちを込めて写メを撮りましょう。撮りに来てください。休日は TA がライブがない日です。ちょっと待って、泣いたんだけど。え、なに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 。19とか。あ、みやび会いに来てね。あ、ピロちゃん行きたい、本当に。あ、会いに来て、ピロー、ピロー、ピロー。あ、ピロちゃん写真届いた？あ、あとちなみに奈々子の写メ届いてました。え、嬉しいね。え、これさ届くとめっちゃ嬉しいね。嬉しいな、嬉しいなってルンルンした。しかも配信で、さっきの配信で気づいたっていうね。やばいよ、休みとライブが合わない、マジ。え、みやび19？ みやびの休みも19？ だから仕事、そして夜勤だから無理。ああ、会いたいと言ってるの比例しないんだよ、それな、本当にそれな、マジで本当にそれな。あ、届いた、可愛すぎて叫んだ。え、嬉しい、嬉しい。
待ち受けにしてね。朝比奈さんの絶対上記者名はね、あの本当に下半身、本当に下半身だけ、本当に下半身だけだから、絶対領域、絶対領域解禁。なんかボイスね、まだ聞けてないの、聞いてないの、まだ一人になった時聞こうと思ってワクワクしてます。楽しみだな、楽しみだ、楽しみだ。でもいいね、写メ、落書き写メ、なんか嬉しい、嬉しいって気持ちになる。いいね、いいね。ぜひ皆さん買ってない方がいらしたらぜひおすすめです。電波一、さっき友達に、あ、シャメとその他のさっき朝比奈ちゃんの写真たくさん持って、え、嬉しい、ちょっとみなちゃん嬉しい、友達に送ってくれたの嬉しい、広めてくれてありがとう。え、ちゃんと漏れてる、漏れてるやつ送った、ちゃんと大丈夫嬉しい。なんで19分にライブなんだ、19なんだ、やっぱり休み、ピエンすぎる、ピエン、ピエンピエンピエン、ピエンすぎたってこと。今何時ですか、ナウナウして、ナウナウ、早く新章見てほしいな、新章。あ、ね、15日からねネットでワンマンのチケット買えるようになったので、なるよね、買えるようになるのでぜひ買いに来てください。あー違う違う違う、ネットで会いに来れない方はネットで買って20日に会いに来てください。あ、ナウありがとう、16か、 OK ありがとう。もうそろそろ終わろうかな。めっちゃ可愛いって言ってくんだ。え、嬉しい、嬉しい、ちゃんと漏れてるね。何、手大きいね、りょうりょうさん、ちけんさん、ありがとう。ルームフォロー、ツイッターフォローよろしくお願いします。あさひらさきです。手大きいねって何、ん、手大きいねって、これね、あ、ネットでやった、いけないけどピエン、あ、カステラおはよう、スーツ届いた、サンキュー、嬉しい、嬉しい、カステラありがとう。ねえカステラ、17、18で今の衣装がラストなんですけれど、会えますでしょうか。全社目だよ、18日は全社目ラストだから、今の衣装がラストだから全員で記念写真を撮るっていうのが予約特典です。で17日はランダムチェキ券です。なんかいつもと背景違う、あ、そう、これはねもう一つの事務所、事務所の事務所って感じ。あ、ラス、ラルトさん、こんばんは、こんばんは、ありがとう聞けて。ワンマンまであと6日、そう、ワンマンまでねあと6日なの。そう、ワンマンでね新商品、そうラストだよ、ワンマンで、そっか、ワンマンで、そうだから、ラストの、ラストの衣装を見に来てほしいんですけれど、テラさん、カステラさん、一緒に写真撮りたい、写メ撮りたい、全写メも撮りたいし、ランダムチェキ、ランダムチェキは遊び心、みんなランダム好きだから今日ライブ見てて昔のこと思い出したりしてさ、改めてありがとうって思った。いや、こちらこそだよ本当に、なんかね、もうなんかありがとう、ルージー、
エモい話今度会った時しようね。いやもういろいろあったね今の衣装結構好き、今の衣装結構好きだけど次の衣装も楽しみ。ええラルトスさんさワンマン会えるの？ワンマン行けるんですか？楽しみにしてくれてるってことは今日帰なった分その日帰るかも。お楽しみにしてる。こんばんは。 TL 氏は数ヶ月に周期で衣装変わってるんですか？あー1年に1回って感じかも。1年に1回みたいな感じ。うん1年に1回みたいな感じかな。よスケジュールとあーお願いします、お願いします、お願いします。まあ17日はね、とりあえず17日はジルコ東京さんで12時20分からで、レニーはまだ分かんないで、18日が室町三井ホールなんで12時40分からです。全社名です。楽しみだ楽しみだ楽しみだ。そう楽しみだ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 。いやー楽しみ楽しみ楽しみ。ああと皆さん5月4日開けといてください。イーストでライブがあります。楽しみにして開けといてね。激アツだよ激アツライブ。5月4日いけません。あーなるほどねだから去年のあー去年の3月に今の衣装見た衣装だったはず。あなるほど楽しみにしてる。え会える時会いたいですね。それはやべえデスノートめくってる。そうだよめくってる。いろいろあったねあの時さ。絵文字文字数それだ。お腹すぎました。じゃあ朝日奈を食べに来てください。18日でラスト衣装ですよ。ラストへの今の衣装ですよ。やっと酔っ払い帰った。あーこれであいたのねお客さんで、ね、でもねもうそろそろね終わるのよ自粛しまあどんなにめくっても俺の名前は出てこないけどな。出てこないよあれしか出てこない。あのね20日ウームしか出てこない。シャケがかわいすぎて寝れません。それもう寝なくていいです。違うの振られたって友達が、あそういうこと、そうなの振られたの、あセイナがいるじゃんって言っといて去年の3月、あ3月夜にお前がいましたよね。なんか無料的対象が迷っちゃったけど後に終了しちゃったね。ああじゃあ次だね次初チェキ行こうや。そまあもうさすがにね撮りたい方は分かるわね。朝ごはん用に作ってた。あー食べられた。美味しいもんね絶対。2年後の絶対ダメ許さないよ許さん許さん許さん。それではそろそろ終わりたいと思います。はいもうすぐ4月ね20日にワンマンライブがブレイズさんで18時30分からあるんですけれど、こちら15日からネットでもチケット買えるのでぜひ現場に来て買えないよって方はネットで買ってください。はい。でね、そうでその日新衣装発表となります。すんごいやばいよ。
すんごいやばいので楽しみにしていてね。そして17日ジルコ東京さんとレニーさんでライブがあります。でレニーさんの方はまだ時間が出てないので分かった時に教えます。でジルコ東京さんでは12時20分からです。で予約特典がメンバーランタンも着やで、で18日室町三井ホールさんで12時40分からライブあります。こちらは予約特典が全社名です。なんでね今の衣装ラストなので何度も言うんですけどラストなのでぜひラストの衣装を見に来てくださいね。オーバーオール朝比奈も気に入ってた。足で、ね、出てなかったけどなんかめちゃめちゃ気に入ってた。後ろのお尻に文字字もいるしオーバーオールって自分らしいと思うのでなんかすごい気に入ってました。なので会いに来てほしいな。お気に入りの衣装に会いに来てほしいです。待ってます。はいはいはい。なのでぜひ17、18日会いましょう会いましょう会いましょうだね。結構当分会えないからね。今13でしょ。14、15、16 3日間会えないからぜひ会いに来て。3日間会えないの？やば。なんで待ってます。みんなありがとう。コメントツイートコメントカウント星上げありがとう。では以上ティエ女子の朝日奈月でした。ありがとう。おやすみ。いい夢見てね。